北海道ご飯の時間が来ました。はい、どうも、北海道札幌市、今回札幌2日目ですね。結構札幌のラーメン屋さんって夕方から営業の店が比較的有名店中心に多いんですが、その中街を歩いているとちょっと自分がまだ入ったことがないお店、少し人が並んでるお店見つけました。行きましょう。はい、というわけでいただいてきましたラーメン新田さんユッケジャンラーメン、見事に飛び散りました。うまい。これちょっとやっぱり味噌迷ったんですけど、ちょっと昨晩から味噌率多かったんで、デフォルトは味噌なのかもしれません。ただここは他にも味噌ブラックでしたかね、もういろんなバリエーションあるお店でしたが、中でも、ちょっと見てユッケジャンラーメンっていうのがちょっとうまそうだなということで、見た目もインパクトありますし食べましたが、これね見かけのインパクトだけとか辛いとかじゃないですね。コクうまでね、辛みそんなじゃないです。本当にむしろね、すごく抑制が効いた辛みとコクがしっかりとうまいです。これ縮め麺をねすすり上げながら、ただこれねもうすごい具だくさんなんですね。なんでもうぐっと縮め麺の絡み合いの中にこうね汁が散るという、もううまい人は綺麗にすすれるんでしょうけど、白いシャツは美味しいだなという感じでしたが、うまいですよ。美味しかった。で、これはさらに激辛トッピングもありましたし、びっくりしませんでした。あと、ユッケ専用ご飯ですかね。もうそのお肉が乗った、このユッケちゃんラーメンとセットにする用の、なんですかね、ご飯もあるようで、こんなのもね、やっていただきたい方はいいんじゃないでしょうか。そして今日はね、今回の旅は連食なので、あんまりこう一軒一軒でボリューミーな注文はねしないようにしているんですけども、エビチャーハンのね見た目が素晴らしいですね。さっき動画でご覧いただきましたが、
エビがここまでこう散りばめられてる、あのエビチャーハンのね定番のってなんとなくエビがちょろっとあって、ね、その比率が高かったら嬉しいなみたいな感じだと思うんですけど、ここはもうねエビが散りばめられてます。これは行きたかったですね。次回としては何かな、ユッケじゃないのもう一回食べたいです。ユッケご飯とお腹余裕があったらユッケちゃんご飯と一緒にエビチャーハンっていうね、またねお前飯食いすぎだろって言われそうなチョイスですけど、そんなのをねもう欲望を解放したら行きたいなと思うようなこのね美味しい今回のユッケちゃんラーメンでした。はい、ラーメンあなたさんでした。ごめんなさい、ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。